どうも、なにわ男子でーす。いやー、さあ今回はですね、なぜこの動画を撮ったかと言いますと、振り替え公演が決まった青春ツアーのスペシャル企画でアンケートを募集したいと思います。素晴らしい、ありがとう。はい、まあ、今回のね、募集したい質問内容は、うん、みんなにとっての青春とは、うん、なるほどね。はいはい、ありますか皆さん、なんか自分のこの青春理想とか。はい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 、チュー、いいね、チュー、そういうのいいよ。めっちゃチュー、めっちゃチュー、あれずっとチュー。ケント、やっぱりこう、帰りの通学路とかじゃないですか。あ、いいね、帰りの通学路でチュー、チュー好きだね、チュー、チュー好きでね。チュー、京平なんかある？めっちゃ手繋ぐ、めっちゃ手繋ぐ、いいね、めっちゃ手繋いでチュー、そこらのチューね。リュウセなんかある？自転車通学好きじゃないですか。自転車通学しながらチューとか。チュー、ちょっと待って待って、チュー多ない、チュー、チュー多ない、チュー、青いって。これチューじゃない。大橋さん何かありますか？え、俺ファシャファシャしたい。そこチューだよ。え、おい、何よファシャファシャって。あれな、海行って、海行ってファシャファシャ、あれな、そう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 、見ないですね、見ないです、ファシャファシャ。でも人それぞれなんかいろんな青春の形は絶対ありますもんね。そうなんですよ。で、これでですね、みんなの考える青春を募集したいと思います。え、皆さんからいただいた青春はどこかでね、こう紹介しますので、皆さんぜひぜひいろいろ考えてください。そこは結構不透明なんですね。めちゃくちゃ完璧に読んで。ほんまや。そうですよ。今僕たちも聞きましたからね。そうですよね。はい、それで、企画段階中ですので、皆さんぜひぜひお楽しみください。お願いします。はい、これどうやって送るかと言いますと、動画のね、下にあるホームページへアクセスしてもらって、アンケートフォームにて答えてもらえればと思ってますので、皆さんぜひぜひ送ってください。お願いします。じゃあ、それでは、ラスト。青春ということで、道枝さん、はい、青春なセリフお願いします。俺と一緒におでこごっつんこしながらチューしようか。以上、何を話しました。デコからキュン、デコからキュン、チューしよう。